じゃあ次行こうかな。あ、どうぞ。死ぬまでに会いたい有名人は？あ、これ確かに、まあおるな。うん。え、ミトちゃん、ミトちゃんでも結構会ったりとかしない？いなかったりとかしないの？いや、なんかツイッターのフォローとかしてもらうことはあるんだけど、はいはいはい、からつながったりっていうのはないから。ああ、そうなんや、えらいね。もう仕事で会うしかないかも。へえ、私結構 DM でつながるけどな。あ、え？いや、え？フォローしてもらったらみんな DM 飛ばすけどな。会いませんかって。いや、ミトちゃん、まあ、カエルちゃんはそうだろうね。うん、私合わないよ。ああ、ネットリテラシーあるな。私どの口が言ってんの。私やっぱなんか、うん、フォロワー2万以上の人には DM 送るようにしてるから。結構当てはまんない。当てはまるよね。いや、もうコピペよ、コピペ。もう会いませんか、会いませんかっていう。じゃあカエルちゃんの DM 欄やばいんだ。うわ、結構数打ち当たるみたいな。せやね、だいぶ溜まっとるね。うん、まあフォロワーの5分の1ぐらいは LINE 知ってるかな。あ、いや間違えた、ほとんど削除したんやけどね。50万ぐらいいなかった。いや、もうそやね、フォロワーもう気いないからね。うん、まあ会えば、会えればいいかなって。会いたいっていうか、なんか女性声優全員かな、全員タレントメーカーになってる女性声優は全員会いたいわ。ああ、うん、全員会ってみたい。会って何その。いや、やっぱあれやね、なんか一回ご飯行けば大体わかるから、まあね、楓ちゃんは声豚だから。うん、いや、まあご飯かな、最低限ご飯行きたいかな。結構経験豊富だね。いや、まあ全然、全然よ、全然よ。全然って何。全然豊富ちゃうよ。うん。今日で楓ちゃんの株が結構下がってんだけど、まあいいか。まあいいか。よくないでしょ。よ、え、私がええから変じゃん。本人がええって言ってるし。まあまあ、そっか、じゃあ次行くね。ああ、どうぞどうぞ。そろそろ元戻るか。元は戻る。あ、あ、うん。ということで。はい。マジでめちゃくちゃだよ。みんな、私たちが喋ってると思ってたかな。先ほどの映像は。なんと、私が楓ちゃんの声に、楓ちゃんが私の声になって、変声機を使って会話をしていたのでした。わー！よっ！みんな驚いてるね。すごい、うん、バレんかったんかな。いや、全然バレてなかったよ。寝てるって。なんだなんだ。